戻ったね。まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたはタカの恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより金田の木に向かい、叔父上を救うと。お前の甥が我が兵を追い回し、けだもののごとく八つ裂きにしている。己らは民に何をした。心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く戦をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の好機を正し平和をもたらしたのだ。己とは違う。やつもそう言ったな。だがやつは勲氏を残す前に死ぬことになる。勲氏とは死しても残るものだ。そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。その間己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って飢えをしのぐがよい。どうした龍蔵、何があった。みんな揃った。菅笠衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。ご加勢、叔父上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな、地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度を直に仕掛けます。待つとするか、後で会おう。お主の弟子、敵に寝返ったと聞いたぞ。邪魔はないな。今はよせ。年甲斐もなく若い女子と暮らすなんて厄介の種だ。だから酒は好かん。知ってるだろう。もう一度言ってみろ。おのおの方、潮時です。これより叔父上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれどもこれ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は主客に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから主客を目指し、叔父上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。死にに行くようなものだ。打ち入れば負けます。闇に乗じて忍び入るのが肝心なのです。さながら野党か。それかクロウド。叔父上がお待ちです。いざ城へ。立派だったや。うまくいくと思う。行かせる。ここから登れそうだね。皆の元へ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。せっ。
必ず救います、叔父上。呪し術、まず蛮兵を倒さねば。先生、ケンジと大手門の番を。心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しろ。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは、私と。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。ネギオンハッシンタ。あ、ヒュージウィシュウェジ。ティンバハ。あっちじベリー。ザッキー。おっしゃ。よっしゃ。ヒアリの扱いは試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後、追っておいてください。承知した。抜かるでないぞ。雅子殿も。
ジン、万平がいる。俺が先駆けだ。ガサシュウがいたらこんなに苦労しないのに。竜造め、忘れはせぬぞ。志村様にも伝えよう。この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て、向こうに渡れそうだ。名案だな。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。待たせるね。
ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。またもんだ。他に道はないのか。龍蔵。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。お前、仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。そして死ねというのか、駒田での戦のように。龍蔵、叔父上にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。締めはしない。友ではないのか。もう昔のはず。まだ間に合うぞ。変わったのだな。お前もな。共に故郷を救おう。今じゃもうこのもんだ。龍蔵、侍だ。侍がいるぞ。もう、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 
ネグンベン、答えよ。志村さんはどこだ。Самурай Эрбах Шигуан. おじ上、ジンです。ジン、急げ。おくさまらいのほう。おじ上、信じておったぞ、ジン。さすが忠志の息子だ。この身を尽くします、叔父上。立たねば。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された万兵は我ら二人に太刀打ちできん。加勢もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時を上げるぞ。北にいる万兵殿を始末。さあ行くぞ。猛虎を狩ってやろう。お供いたします。政子殿、無事であったか。おいごのおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。
多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。敵を討たねば、全ての対馬の武士のためにも。お手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の敵、政子殿、一人も逃がしてない。皆の者、よく働いた。やったね。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより蒙古どもの花を明かし、コトゥンハーンに衣装を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。